はい、1月15日、今は昼の2時半ですね、2時半。今ちょっと昼休みです。昼休みなんですが、さっきね、なんとなんと会心のトレードができたんで、ちょっと記録に残したいと思います。会心のトレードがね、できたんですね。これなんですけどね、これ。今ちょっと落ちましたけど、この1本取れたんですよね、この1本。というわけで、振り返ってみたいと思います。まず約定履歴ね。はい、約定履歴、これですね。これ、ユーロ円です。ユーロ円、なんとなんと、さっきね、ついさっきなんですけど、僕ね、2時15分に入ったんですよ。2時15分に入って2時18分に約定されました。もうわずか3分ですね。わずか3分で20ピップスもらいました。200円、まあ利益、ね、僕1000通貨なんですけど、まあ200円じゃない、20ピップス取りましたね。わずか3分で20ピップスですよ。我ながら素晴らしい感じてるなと思うんですけど、ちょっと振り返ってみたいと思います。これですよね。この一本、ズドーンと登ってったんですよ。で、僕入ったのはここですよね、ここ。で、ついさっきなんでね、僕入ったのはここなんですけど、一気にゴーンと行きましたよね。で、これ5分足です。5分足ね。で、なんでここで入ったかなんですけど、どうしようかな。はい。こういう形なんですよね。こういう形なんですよ。で、ここにレンジがあるなとは思ってたんです。で、昼休みなんでね、長い足も見てたんですけど、とりあえずこっち、なんか、いい感じなの、わかります？これ、わかりますよね。何がいい感じかわかります？その時はね、こういう感じなんですよ。その時は、この一本がなかったんで、こういう形だったんですよね。わかりますよね。まあ、ここズドーンと下がってるんで、まあ、この辺には壁はないですわね。壁ないんです。で、ここにレンジができて、ここでどっちに向くか見ないとダメなんですよね。で、そこでね、これ、ダウ理論ですよね、ダウ理論。これ、前回の安値ですよね。安値が高値を切り上げましょう。前回の最高値ここですからね。高値を切り上げて、で、一回落とされて、で、ここまた安値です。なので、安値が切り上がってますよね。安値が切り上がって、で、ここのてっぺんをね、超えた、この辺から入ったんですよ。ね。ダウ理論ね、ダウ理論。ドゥーってこうなってるじゃないですか。しかもね、エリオット波動的に言うと、第3波目がでっかいはずなんでね、ここを抜けたらしばらくズドーンと行くだろうなと思ってたんですよ。このエリオット波動的にも第3波目がでっかいし、しかもこうやって見ると過去はね、ここズドーンと下がってるんでね、ここに目立った壁はないだろうなと思ってね。で、ダンダンダン。で、ズドーンとこう伸びたんですよね。伸びたんです。で、前回の壁がここにあるんでね、この辺まで取りました。これがだいたい20ピップスなんですよ。わずか3分ですよ。まあね、こんなにうまく取れるのもめったにないと思うんですけど、僕自身のね、経験として記録に残そうと思います。うまくできたと思いますね。ダウ理論、エリオット波動でね、取りました。わずか3分で20ピップスです。まあ、こういうトレードが、でっかいお金になってもできるようにね、そうなるといいんですけど、なかなか FX 難しいんでね、今回取れたからって次も取れるか言ったらそうではないんでね、ほらほら、まだしばらく上がっていくでしょうね。まあ、ともあれ、今回はいいトレードでした。ユーロ円でわずか3分で20ピップス取りました。以上です。